こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕の好きな YouTuber さんのファッションをですね、スタイリスト目線で解説をしてみたいと思います。僕も一ユーザーとしていろんな YouTube チャンネルを見てるんですが、その中でもいくつか楽しみにしているチャンネルがあるんですね。そのチャンネルを運営されている方のファッション、僕は結構気になるんですけども、今回はスタイリスト目線でその方々のファッションの優れた点をですね、解説をしてみたいと思っています。まず一人目なんですが、まこなり社長ですね。この方の着こなしはすごく参考になりますね。まこなり社長のファッションというのはシンプルな白の無地の T シャツの上にネイビージャケットのようなスタイルが多いんですね。基本はネイビージャケットと丸首の T シャツという組み合わせになっています。このスタイルというのはすごくバランスがいいなと思っていまして、まこなり社長というのはビジネスとか生活で役立つような情報をお伝えしているんですが、ネイビーのジャケット1枚羽織るだけで信頼感も出せますし、清潔感みたいなものも出せるんですね。これがあまりにラフすぎるスタイルだとどうしてもですね、言葉に厚みだとか信頼感が漂わなくなってしまうので、ジャケットというのを使うのはすごくいいのかなと思っています。ただジャケットの内側にシャツだとちょっとこれはこれで硬すぎてしまうんですよね。 YouTube というのはラフに見るものなので、硬すぎずかといってカジュアルすぎないバランスが大切だと思うんですが、そこをあえて丸首の T シャツを合わせることでバランスをとっているのかなと思っています。で、このネイビーのジャケットを軸にしながら、内側に着るものが白の T シャツだとかグレーの T シャツだとかネイビーの T シャツだとか、内側に着るものをちょっと変えながらバリエーションを出してるんですね。この方法もすごく優れてるのかなと思います。僕らのように動画で何かを伝えるときにファッションとか見た目もある程度は重要なんですね。ですがかといってファッションにこだわりすぎるとそれはそれで結構面倒だったりします。ですのである程度型のようなものを作ってしまって、その中で少し変化をつけるという点ではすごく参考になるのかなと思います。ネイビージャケットに対して T シャツ、あとは色を変えるという方法は皆さんにもぜひ試していただきたい方法なのかなと思っています。続いて2人目は格闘家のですね、朝倉未来さんですね。この方も結構センスがいいんですね。僕はもともと格闘技が大好きで、そうですね、今からもう20年以上前ですね、中学生ぐらいの頃から毎年年末になると K-1 だとかプライドだとかそういったものをずっと見続けてきました。で、最近の格闘界で一番輝いているのは朝倉未来さんなのかなと思います。もちろん格闘家としての実力もさることながら、この方は YouTuber としても活躍されてるんですね。で、格闘家の方の中でも YouTube をやってる方って最近は増えてるんですが、多くの方はトレーニングの方法だとかいろんな格闘技を主軸としたお話をすることが多いんですね。対戦した相手の感想だとか、こういった技の使い方がありますとか、そういうことをお伝えする方が多いんですが、朝倉未来さんっていうのは格闘家のバックボーンを生かしながらも企画が斬新で、一般の方が見てもですね、興味を湧くような内容をどんどん発信しているのが朝倉未来さんのコンテンツで、すごくいつも楽しませていただいています。そんな朝倉さんファッションセンスもさすがに良くてですね、以前 YouTube 始めたばっかりの段階では Y3 と呼ばれるような幼児山本とアディダスのコラボレーションラインがあるんですが、そちらの T シャツを着ていることが多かったんですね。これはすごく朝倉さんの雰囲気にも合っていてお似合いだったなと思います。格闘家ということでスポーツの印象もあると思うんですが、そこにちょっとクリエイティブな幼児山本のデザインが混ざった Y3 というセレクトというのはすごく相性が良かったのかなと思います。最近ではですね、YouTuber として活躍されているということもあるので、結構ですね、デザイナーズブランドのアイテムを活用されていることも多いのかなと思っています。その中でも結構マルタマルジャなんかを使っているんですね。デザイナーズブランドってたくさんあると思うんですけど、その中でもあえてマルタマルジャを選ぶというあたりがセンスがいいなと思います。このブランドというのは正直ファッション上級者だとかかなりおしゃれな人が好んで使うブランドなんですね。基本的にデザイン自体はオーソドックスなんですけど、その中にちょっとしたアクセントだとか違和感っていうのをあえて差し込むようなブランドで、ファッション業界の方だとかクリエイティブ業界の方にすごくファンの多いブランドなんですね。そういうものをさらりと着ているところが朝倉さんのセンスのいいなと思うところですね。結構お金があればおしゃれになれると考えている方も多いかなと思うんですが、そんなことは全然なくて、結構ブランドネームばかりに意識してしまって全体のバランスが悪い方も多いんですね。ですが朝倉さんはデザイナーズブランドを使いながらも嫌味のないセンスのいきこなしをされているので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思います。もちろんなかなか気軽に買えるような価格帯ではないんですが、朝倉さんの YouTube も楽しみながらファッションというところもチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて3人目なんですが、リッキーさんという方なんですね。この方はですね、最近見つけた YouTuber の方なんですが、僕は定期的にですね、ファッションジャンルでどのような YouTube の番組があるのかをチェックするんですが、先日たまたま見つけたのがリッキーさんという方なんですね。まあ謎ですね。どうもリッキーさんというこのタイトルもまたちょっとユーモアがあって素敵ですよね。おそらくですね、クリエイティブ業界で活躍されている方なのかなと思うんですが、この方は僕とは違ってですね、めちゃくちゃセンスがいいんですね。もう本当にセンスの塊みたいな方で、こういう方がファッションというのをどういう視点で見てるのかというのが垣間見れる番組なのかなと思っています。僕のようなファッション系 YouTuber の方ってたくさんいるんですよ。そういう方って基本的にユニクロだとか価格の抑えたアイテムを使ってどのようにファッションを構成すればいいのかっていうことをお伝えしてるかなと思うんですが、リッキーさんはちょっと価格帯の高いもの、先ほども出てきましたマルタンマルジェラですとか、もっとコアなブランドを使った解説だとかをしているので、そういった点はすごく勉強になると思いますし、センスを磨くためにはすごく参考になる番組なのかなと思っています。ただ結構コアなブランドだけではなくてですね、ユニクロ U ですとかユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインについても解説してますので、そういった動画もですね、センスのいい方が解説するとこういう感じになるんだなっていう形ですごく勉強になるので、皆さんもぜひチェックしていただきたいなと思っています。そんなセンス抜群のリッキーさんの着こなしを僕が解説するのもおこがましいんですが、基本的にはですね、シンプルな着こなしが多いですね。ベーシックな丸首の T シャツですとか丸首のニット、もしくはパーカーなんかを着てることが多いんですが、サイズ感のバランスがとても今っぽくていいなと思うんですね。ビッグシルエットを意識しながら、普段のサイズよりも1サイズ2サイズ3サイズぐらい上げながらあえて着こなしてる感じなんかもすごく素敵かなと思います。大人の男性がベーシックなアイテムをサイズを変えながら着こなすにはどうすればいいのかというところ、すごく参考になるかなと思いますので、ぜひリッキーさんの YouTube チャンネル、またインスタグラムなんかもやってるみたいなので、ぜひ見ていただきたいなと思っています。はい、そして最後4人目なんですが、クリエイティブの裏側という YouTube 番組があるんですね。これが非常に面白くて、最近僕が一番楽しみにしている番組です。どういう番組かといいますと、インテリアだとか空間演出というのを分かりやすく解説している番組なんですね。僕の番組のようにファッションをですね、分かりやすく解説している番組って結構あるんですよ。僕の番組ですとか MB さんですとかゲンジさんですとか、結構ファッション系の YouTuber ってたくさんいらっしゃるんですけども、意外とですね、インテリアとか空間演出に関しては有名な方とか目立った方ってあんまりいなかったと思うんですね。そこに彗星のごとく現れたのが高島さんという方なんですね。僕は高島さんという方は面識がないのでちょっとわからないんですが、もともとクリエイティブ業界にいらっしゃった方のようで、アパレル業界にいたこともあったみたいなんですね。ですので、もちろんインテリアの知識ですとかセンスも抜群にいいんですが、ご自身の着ている服とかも非常に参考になるのかなと思っています。高島さんといえば、ちょっとこうパーマといいますか、くせ毛なのか分からないですが、ちょっとカールのあるヘアスタイルに対してヒゲが生えていて、ご自身にまずインパクトがあるんですね。この土台があるだけでなんとなくこうセンスの良さというものが漂うんですが、こういったパーマとヒゲっていうのは正直賛否両論があって、好きな方は好きだし苦手な方は苦手なんですね。というのも、どうしても清潔感みたいなものが損なわれてしまうからです。僕自身もそうなんですけど、もともと直毛なんですが、あえてパーマをかけてますし、ヒゲというのもずっと生やしてるんですが、これが万人受けするスタイルだとは思ってないんですね。ただファッションだとかクリエイティブ業界で活動する方の中には多いスタイルで、なんとなく雰囲気が出やすいんですね。ただこういったパーマだとかヒゲをする場合というのは、ファッションでバランスを取ることは非常に大切になるんですね。高島さんはそのあたりのバランスを取るのが非常に上手で、まずはメガネですよね。ここのメガネで品の良さを出しているんですね。メガネのフレームなんですが、プラスチック系とメタル系の混合フレームになっていて、これも非常に今っぽくてセンスの良さ、これだけで引き立つかなと思っています。インパクトのある顔周りにメガネという知的で清潔感のあるアイテムを差し込むだけでバランスが取れますし、あとは象徴的なのがシャツのスタイルなんですね。結構シャツを着てることが多いんですけども、第一ボタンまできっちりと締めて小綺麗に着ているのが印象的なんですね。でシャツの着方にもいろんな着方がありまして、かつては第二ボタンまで開けて結構セクシーに着る方も多かったんですが、最近はですね、クリエイティブ業界の方とかセンスのいい方には多いんですが、あえて第一ボタンまで締めるという着こなし方もあるんですね。僕自身も今日はそういう着こなしなんですが、あえてボタンを全部締めることでちょっと小綺麗なスタイルというのが作りやすいので、この点もすごく参考になるのかなと思っています。インテリアだけじゃなくて、ご本人のファッションですとか背景の作り方だとか、あとはサムネイルの作り方、フォントの選び方とかも全てがセンスがいいので、僕も見ていてすごく参考になるチャンネルなのかなと思っています。
はい、ということで今回はですね、僕が気になる YouTuber さんのファッションをですね解説をしてみました。どの番組もですねファッションセンスだけではなくてチャンネル自体も非常に魅力的で参考になりますので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思っています。最近はですねこういった優れた番組がどんどん出来上がっていますので、ぜひ僕のチャンネルだけではなくてですねこういった素晴らしい番組どんどんこれからも紹介していきたいなと思いますので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。